こんにちは、即歌塾の久保です。今回は私の動画についてはコメントをね、えー、本当にありがとうございます。コメントについて、えー、もう一回ね、考える機会をいただきましたので、この動画にさせていただきます。テーマは、背筋主義というキーワードについてです。こんなコメントをいただきました。えー、桜さんいつもありがとうございます。あ、桃之助さんでした。失礼しました。桃之助さんいつもありがとうございます、えー。親ガチャという動画に対してのコメントだったんですけども、まあありがとうございます。この問題だけでなく、今、日本全国のあらゆるところで、 感じる、昔と今の一番違うと感じる点は金価値がかなり変わった背筋主義ここに極まっている感じがしました、うん、親ガチャ ATM 婚熟年離婚パパ活ママ活ファイヤー、外国人無料労働とか奴隷とか全て金と一応そういう日本社会に合わせています合わせられていると思いますけどもそれで良いのかなって疑問符が日々かなりあります この前のオリパラの菅総理の筆頭に日本人たちは精神論、夢、希望、愛とかの中小論とか大好き民族性でこれからも多分変わらないなと矛盾してるなと。まあ、なるほどね。えー、だからこそ様々な日本独自文化、性癖、今ガラコボス、ガラパゴス日本に繋がっている、いろいろあると思うのですけどねと、はいえー。まあ、金絶対主義なら今日本政府、そして財務省の禁止、ケチケチ財政はやめて、 え、積極ばらまき政策すれば日本国内に生きてる人たちみんな大抵幸せになるってこともあるから簡単ですね、楽ですね、と。敵は禁縮ケチケチ財務省と、そうですね。はい、そう思います私も財務大臣、特に私はね、動画よく出してますけども、憎ったらしいですね <laughs>。そさんねはい。で、今回はね、背金主義というテーマについてお話したいと思うんですけども、まあ背金主義というのは皆さんどういうふうに思われます実際背筋っていうのはどのぐらいのお金に対して、 まあ,ありがたかったり、まあ、ヘコらしたりとかね、こだわったりとかしたら、廃金って呼ばれるんですかね。まあ、例えばね、月に30万から40万のお金を得るために、卑屈になって働くことは、廃金主義なんでしょうかね、うん。月に10万だったらどうでしょうか。例えば、生活保護費を私は37万にするべきだというふうにずっと申し上げてますけども、こうやって廃金主義ですかね。例えば、私は生活保護を受ける予定はないですけども、 生活保護を私が受けていたとしてね。おい、ちょっと10万じゃ少ないよ。もうちょっとくれよ。20万、30万、50万くれよ。って言ったら、これ、背金主義ですかね。それとも、まあ、ああ、なんか、なんかのね、きっかけで大金持ちになった人。その人は、果たして背金主義だから大金持ちになったんでしょうか、うん。ここにね、一刀両断できない問題があるんですよ。確かに、背金主義な人もいるでしょう。でも、言ってみれば、お金に対して背金主義っていうのは、 まあ宗教に対してね、えー、ものすごくね、信仰を持ってるのと似たようなところがあるんですよ。で、えー、特定の地下アイドルさんって言いますよね。ものすごくお金をつぎ込むファンの方、おたくさんって言いますよね。まあ、背金主義、宗教。うん、そういったアイドルにお金突っ込んじゃうの。うん。どうなんでしょうかね。うん。で、そういうふうなアイドルビジネスを作ってる人、これは背金主義で作ってるんでしょうかね。 冷静に考えてみると、背金主義っていう嫌な部分と、いや、これは背筋とは言えないんじゃないのっていうことがね、いろいろと見えてくると思うんですよ。で、その中で私ね、ちょっとね、まあ、言いたいなと思うのは、あの、障害賃金が、まあ、3億円だというふうに私は高校生の頃に教わりました。もちろん、障害賃金っていうのは人によっても差があると思いますけども、まあ仮にね、わかりやすく1億円としましょうか。その障害賃金を得るために、一生懸命に働いたり、 時には、卑屈にお金のためにやりたくもないことをやったりっていうのが、背筋主義なのかな、ということなんですよ。どうでしょうかこれ私結論はまだ出してないんですけども、ただね、自分一人を養うぐらいのお金に対してまで背筋主義って言われたら、もうこれ立つ手がないなと思いますんで、そうではなくって、あの、自分のね、一生かかっても使い切れないぐらいの、例えば10億とか100億とかっていうのを個人で持ってる方いますよね。 それはちょっとやりすぎなんじゃないかなと思うのと、まあでも人の懐なんであんまり気にしなくていいんじゃないかなっていうところもありますけども、まあ私が言う背筋主義っていうのは、お金の集め方がね、誰かに損害を出させたりとか、騙したりとか、人の知識、知恵がないことをいいことに、うーんこそーっと搾取したりとかね、そういうのを繰り返していくとちょっと背筋っぽいなと思っちゃいますよね。でも基本的に、お金を払いたくなるほど、素晴らしい商品とか、 丁寧なサービスがでできる人っていののはあんんままりいませんのでえ例えばねあるサービスを提供して50万とか言ってね払う人がいるってことは相当ないいサービスだったんじゃないかなと思うんですよでその高いレベルのサービスを提供した人を背金主義だってなかなか私も言えませんのでねえそれこそドクターとか弁護士さんとか給料が高いと言われてる人いますよね1時間あたりの相談料が 2万とか3万っていうコンサルさんもいるかもしれませんし1回のセミナーが100万200万っていうコンサルの先生もいるかもしれませんでもよく考えてみるとセミナー自体は1時間だけどもその1時間100万円のセミナーができるようになるまでものすごい時間と学びと失敗と悔しさ経験を繰り返してると思うんですよそのトータルで最後の1時間についた価格が100万だとしたら実はその人の人生全部がね その1時間に集約されて100万っていうこととななのかなと思うんですよこれ似たような例である画家のお話があるんですよねある画家の先生が絵を売りましたさささっと15分で描いて「はい300万ね」って言ってあるお金持ちがあんたもいい商売だね15分でささッと描いて300万はい300万っていうふうに払ったんですよそしたら画家の人はね勘違いしないでくださいと15分で描いたわけではありませんと私の年齢が今68歳68歳と十八歳と。 15分を継ぎ込んで、この絵ができたんです。って言われたんですよ。つまり、人生のいろんな経験とかね、それから学び、学習、出会い、そういうのを詰め込んで、15分で描けるようになった。ということなんですよね。生まれた瞬間に、最初に筆を持った瞬間に、15分で絵が描けて、それが300万で売れたわけではないってことなんですよね。私たちはどうもここを見落としがちなんですよね。えー、ということでね、背金主義については、なかなか私も答えが出ないところがありますけども、まあそうですね、あの、 まあ、そこそこのお金までは背金主義じゃないのかなと思いますけども、確かにこの世の中には背金主義の本当に嫌な人がいると思います。ですんでね、私もコメントについたのとちょっと考えを同じくするんですけども、財務省の緊縮キツキツはやめてくださいってことですよ。ね。うん、だから緊縮キツキツで清く正しくじゃないんですよ。ね、ちょっとね、積極財政のヌルヌルガバガバで お金を世の中にもっと流してください、ということですよね。そのためには、くれくれやれやれと私は言い続けたいです。つまり、国民の暮らしが立ち行かないところで、最低限の暮らしはさせてよ、そのぐらいは国が面倒を見てよっていうのを、私はくれくれ成人とも背金主義とも言わないですよね。逆にお金を全然世の中に出さない財務省に対しては、これね、なんか変な言い方ですけども、背金主義なのかなと思っちゃいますよね。 えー、ということでね、背筋主義っていうキーワード。本当にね、なんとなく意味がわかるような感じがして、背筋主義ってキーワードはいやらしいんですけども、よくよく連携考えてみると、背筋主義はどこにあるのっていうふうに、ちょっと見失ってるところですね、私はね。うん。まあ、答えを言うならば、人一人がね、生涯に使い切れないお金っていうのは、ちょっとやりすぎかなと思いますよね。例えば、100億円の貯金があって、死ぬまでに3億円しか使いませんでしたって言ったら、97億円が、 この経済社会に還元されずに死に金となって時間だけ過ぎちゃうってことでしょうん。なんかこれは背筋の入り口なのかなと思っちゃいますけどもね。はい。ちょっとああいふうな答えですいませんけども、桃之助さん、あのー、学びをありがとうございます。またコメントをいただければ幸いです。それでは、失礼します。